ハローエブリワン。アカデミー賞を受賞した映画ドライブマイカーで有名になった広島高速4号線からの風景です。綺麗な夕暮れの風景ですよね。今回は矢沢永吉さんの出生地にちなんで街を紹介していきます。矢沢永吉さんは広島時代のことをほとんど公言していないのでミステリアスな部分が多いのですが、地元の情報では中広2丁目のスバルがあるこの辺りが出生地だと言われています。今回はその情報をもとに足跡をたどっていきます。そして今回はこちら、今昔マップです。過去の地図と現在の地図を並列に並べて見ることができます。さあどうでしょう。現在と違って随分道路が少ないですよね。広島は広島城防衛のため川に架ける橋も規制して極力減らしていたんです。この地図を参考に母校と言われている大芝小学校と中広中学校を回ります。それからちょっと気になることがあるんですが、この地図を見る限り三笹小学校の方が中広からは近いんですよね。おそらく小学生の時に引っ越しをされたんじゃないかと思います。それで学区が変わり三笹小学校から大芝小学校に転校されたんじゃないかと僕は思っています。さあ矢沢永吉さんがまさに歩いた道をたどっていきますよ。それでは行ってみましょう。レッツラゴー。この道は周辺より少し盛り上がっています。右を流れる天満川の土手として機能していたと思われます。ただ川までの距離がちょっとあるので土手とは気づきにくいんですよね。さあ続きまして、このまままっすぐ進んで母校の私立中広中学校に行きます。
次は大芝小学校ではなく先に三笹小学校に行きましょう。おっと、ここでドンつきです。実はこの正面には東西に福島川が流れており、埋め立てられる前は目の前に橋がかかっていました。それでは福島川を横断して向こう岸に行きましょう。この交差する左右の道が北側の土手だと思われます。周辺より少し盛り上がってますね。横川駅の北側にあった長崎病院はこちらに移りました。到着します。ここが三笹小学校。中広からはこちらの方が近いです。それでは大芝小学校に行きましょう。ここは雲石街道です。江戸時代初期に福島正則が再整備した道で、地元では旧道と呼んでいます。左に曲がるとマリリン・モンローも宿泊した御嶽荘があります。ここを右に進むんですが、地図を見る限り以前はここに道路があったように見えないんですよね。ただし現在の道路事情を考えるとこの道を通るしかないんですよね。今走っているこの道が以前あったのかどうかをご存知の方はコメント欄にお願いします。ここを左に曲がるとすぐに大芝小学校です。
それでは今度は矢沢永吉さんも歩いたであろう道をたどりながら横川周辺の産業を巡ります。主要産業は製紙、製材、家具、ゴム工業で、第一次世界大戦頃から盛んになっています。地図を見ると広い敷地と工場のような大きな建物が記されていますね。矢沢永吉さんも眺めた風景なので、ファンの方はしっかり押さえておいてくださいよ。右側が株式会社ミカサの本社工場があったところです。バレーボールなど競技用ボールのメーカーでご存知の方は多いですよね。2、3年前にスーパーになりました。そしてこの会社を退職した技術者が立ち上げたのが株式会社モルテン。本社は横川駅のそばにあり、工場は中広にもあります。続きまして、万国製紙株式会社さんに行きます。万国製紙株式会社は、縫い針では世界シェアナンバーワンで、現在ではイカ釣り用の針も製造しております。先ほどの地図で見ると、この辺りでしょうね。工場っぽいものがあります。次は西川ゴム工業株式会社です。自動車用シール製品を製造されています。ところでシール製品って何ですかね？今乗っているこのマツダ RX8 にも使われているんでしょうか？それでは最後に小田奥家具に行って福島川を南に下り、最初の広島高速4号に到達して終わります。
広島は物資運搬のため川や運河がよく利用されました。そのため川沿いに材木店が増え、それらが後に家具も取り扱うようになりました。また演出しましたね。普段 AT 車ばっかりなので信号待ちなどでうっかり足を外しちゃうんですよね。こちらが小田奥ファインズ横川本店。広島で最も有名な家具屋さんのうちの一つです。横川橋は江戸時代初期に架けられたとされている古い橋のうちの一つです。広島城防衛のため架橋規制が行われていましたが、運石街道は出雲、岩見に通じる重要な街道ですので、例外的に架けられたのだと思われます。そしてこの辺りから福島川です。北側の土手を西に向けて走っています。つまり左側は福島川だったんです。このまま進むと太田川放水路に入ってしまいますので、対岸に渡ります。ただしこの辺道がごちゃごちゃしてるんですよね。
さあ反対側に渡ることができました。今は福島川の東側の土手にいます。つまり右側に福島川があったということになります。このまままっすぐ行くと最初の広島高速4号線に突き当たります。広島高速4号線に突き当たりました。今回はこれでおしまいです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたね。